きます。いただきます。これ、あれですね、これからニャンブルに出るんで、ケーキ付けにね。まずケーキ付けにルーレット盛り上がりますね、わかりやすくて。練習用でルーレット用意しました。やってみよう。なにこれ。やったことある人でどんなものか教えてくれ。勉強します。大きいわけじゃないからね。赤か黒か言って。黒、赤、赤、赤、黒、赤、赤、赤、黒。次、奇数か偶数。さっきさ、偶数。奇数17。どっちも当たった人。あ、お、あら、どっちも当たった。あの人ね、ラック持ってんのよ。ラッキーボーイ。ラッキーボーイにかけた方がいいかもしれない。見つけたかも。でも、こういう考え方もありますよね。36倍で1個かけるか、そうそう、何個もかける人もいるんでしょ。ビギナーズラックの2と、サイちゃんの5。そうですね、5ですね。目標を決めますよ。10万からいくらまで。100万だよ。100から1000万を狙い。それかなったら結構 LINE ニュースですよ。いきますよ、黒でした。赤、赤、赤、黒、緑。緑ではない。赤だ。赤だ。36だ。せーの、ごちそうさまでした。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、みなさいこさん。何歳になったんですか。そんな。ねえ、お上着が悪いよ。ビキニ出てくるの。ビキニだって出てくるの。本当、検索したらすぐ出る。あれ消せないかね。消せないんだよ。あ、そっか。年齢非公開にした瞬間から、あ、一丁上がったんだ。最後さんにですね、一人一つずつちょっとプレゼント。え、そんなんいいの。実は。山本さんから行きましょうか。じゃあ山本さん、ちょっと準備の準備。え、びっくりした。よかった。めっちゃ嬉しい。どうしよう、ありがとう。夜ご飯はここがいい。そう。キミヤちゃん、なんで泣いてんの。どうした。どうした。どうした。今のは完全に感動の涙だよね。感動したのよ。ラジオで喜んでくれたのかと思ったら、じゃあ、お誕生日おめでとうございます。は？お誕生日おめでとうございます。え、なにあんたたち。なにそのセクシーな。ハサミ来ました。お誕生日おめでとうございます。もう見えとるわ、やっぱ。おめでとうございます。ありがとうございます。ケンジさん、さすがに違うからな。違うね。そうだよ。オリーブヤング。はい。ちょっと。オリーブヤングで使わなかった。セクシーなんだよ。まだ何か聞いてる。どうしたの。なんで。ありがとうございます。おめでとうございます。チャンさんまで。タガちゃんはなんか用意してんでしょ。さすがに僕はサエコさんに今回カジノ行くって決まってたから、金運アップの魔法をかけてたんです。魔法、こちら。え。で、皆さん、ちょっといいですか。サエコさん、周り見てください。こう。韓国旅行中、みんなね。だから女神様に。そう。だからか。そう。私が金色に見えるっ
たのはあんたたちがしたんじゃん。もう、うわ、これはもう何この背景、馬が金色になってる。え、右上これ誰なんだ。そうです、兄ちゃん。もうみんな待ち受けはサイコさんが金色になっている、あの三輪さんではなくサイコさんだよね。もうこれで間違いなくもう金運は今回の韓国旅上がってるはずなんですよ。本当っていうことで、みんなからの気持ちということで、サイコさん分かった、お願いします。これでカジノで当ててこい。そうです、今回の誕生日プレゼントカジノで爆当てしてください。イエーイ。これ結局いくらゲーム、これで100万ウォン。やっぱすっごいじゃん。ご用意しました。ちょっとみんなのお金だからみんなで決めよう。どう思う？一番理想は一発ドンでちょっと2倍ぐらいになって、それをこまごまかけて一発目でどうなるかね。そうだね。どっちにしろ。そうだよね。いいよ、じゃあ私が50万ウォンを、はい、担当責任持って預かります、はい、そして残りの50万ウォンを4等分にして、じゃあちょっと選ばれし4人の選手を発表して、ね、うん、そうですね、ちょっと並んでみましょうか。カモン。すごい絵面。すごい、この絵面すごい。これ今回のサムネでも大丈夫。まあまあ絵面強い。お、次回のサムネこれか。これだ。100万ウォン持って韓国殴り込み。やったるで。はい、こちらパラダイスカジノウォーカーヒル。今何時よ。11時。これをね、もうかけて100万ウォン、はい、100万ウォンを握りしめて、もうこちとらちょっと眠いんですよ、万太郎さん。でも、さよこさんすごい可愛いですね、目が、ね、ケンジ君が施してくれました。女神になってます。機嫌アップメイク。おー、本当だ。さっきのミツバチ隊たちにお渡しして、ビギナーさんたち、チームビギナー、はい、チームビギナー忘れてたよね。じゃあ、はい、ありがとうございます。責任重大だからね。もうそうだよ、勝つ気しかしない。私負ける気しかしないんだけど。大丈夫かな。大丈夫です。いける。でもみんな、はい、ちなみにかなり増額したらどうなるんですか。今の質問はこういうことよ、うん、僕だけ買った場合はこれ僕のものなんです。あー、そういうことか。話してみると、人の誕生日プレゼントでちょっともらっとくよ。自分のお金でやってもらっていいですか。それはみんなで山分けだ。山分けでいいんですか。山分けで、これ最後さんのプレゼントなんで、誰が勝ってもさやこさんのお金。そうで、負けても知らない。そう、みんな勝つ気満々なんだよ。そっちじゃない方考えないんだ、みんな。考えない考えない、負けない。分かった、じゃあとにかく行こう。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。めっちゃ楽しかったな。おかえりなさーい。やばいよ。え、ラッキーボーイすごかった。トータルで10万円ぐらいからスタートしていて、はいはい、私が一番雑魚で早々に離脱した。早々に離脱。あ、早々に、はい、まんちゃんが増やした金額はゼロ。ゼロ。むしろ皆さんの足を引っ張ったんですけど。そんなことはないんだけど。で、なんかまあ次ユミッコ、セクシー担当ユミッコが、セクシー担当ユミッコ、あの離脱。でも序盤からこの2人がどんどんタワーがいっぱい、コインを増やしていって、ちょっとじゃあ2人の結果を最後に。私はなんかずっとキープで減り続けて、いよいよやばいぞってなった時に、日比谷ちゃんは人に乗っかるって手を使った。そうなんだ。だいたい私が置いたところの上か下かには日比谷ちゃんがいるっていう。でそれで一回大当たりして、サクサクと大当たりして伸びて、なるほど。私とケンジ君でせーのどっちって言って、赤か黒かって言った。なるほどなるほど。別れちゃったのよ。で最初日比谷ちゃんはケンジ君を信じたわけ。うまくいったの。なるほど。次も全額かけようって言って、でも2回目はひびあちゃん、私にかけてきた。そしたらまた当たったね。ガチだった。1万5000円ぐらいが倍になって3万になって、またかけて倍になって6万になったと。もう同じ場所にボンとかけようと。そう、はい、赤か黒かどっちかにもう全投球。その時には全額どれぐらいだった。250万も。すごい。100万もコイン持ってた。すごい。すごい。で
その100万をとりあえず置いといて、今回今夜稼いだ金額、はい、赤黒どっちかにかけたわけですね。で、赤黒どっちかって言った時に初めて意見があったわけですよ、黒に。おお、まあ、これは行くと思うじゃん、はい、やっと心が一つになった瞬間だろこれ行くだろうと。ダメだったダメでした。ダメでした。え、じゃあ元の10万あんだけ残ったんですけど、もうバカになったのよ私たち。次はいけるだろうと。え、どっちかにおいて2分の1の確率で当たるんだから、これもみんな一緒だった、はい、一緒だとなんか怖いな。その通り。その通り。一問なし。一問なし。この5人なくなっちゃいました。お水だけもらったかった。これを水1本2万円だ、2万円。高いお水だな。これがさやこさんの誕生日プレゼントになったんです。私の誕生日プレゼント水に変わりました。でもすごい楽しかった。楽しかった。そっか、まあさやこさんのどうですか、思い出にはなったんじゃない。いやもう素敵よ。何かやっぱり記憶に残るものがね、思い出としてはもう最高じゃないですか。だからもう今日も大満足でございます。よかった。じゃあさやこさんの誕生日大成功ということで、皆様の美にはいラジラップをいただいて、うん、はい、もう一回リベンジってやろうぜ。ああ、これギャンブラーだよ。しかも多分次行くときはガチで行く。でもね、やっぱね、未然に切って初めて。ああ、だからね、ワンチャンあるよ。ワンチャン。やめろ。ワンチャン。ワンチャンないんだよ。なんかで見たことある。デジャブデジャブ。じゃあおやすみなさーい。おやすみなさい。また明日。